クレイジー・カットは、ジョージ・ヘリマンが、アメリカ合衆国の新聞に1913年から1944年までに、連載した、コミックストリップである。初回掲載は、ウィリアム・ランドルフ・ハーストのニューヨーク・イブニング・ジャーナル誌で、ハーストは、クレイジー・カットの連載を支えた重要な人物である。舞台は、ヘリマンの別荘のある、アリゾナ州ココにの群をモチーフにした夢のような、 地域である。クレイジーカットにおける超現実主義と罪のない遊び心と私的な言葉は80年以上にわたって熱狂的な漫画愛好家や美術評論家から支持されてきた。本作はタイトルキャラクターであるのんきで純粋な性別不明の猫クレイジーカットとそのクレイジーカットの相手役のネズミであるイグナッツマウス。 そして彼らを守る警官ブルパップ順位さの間にある奇妙な三角関係に焦点を当てている。クレイジーカットはイグナッツマウスに片思いするが、クレイジーが思いを寄せているとわかるとイグナッツはクレイジーの頭上にレンガを投げつける。しかし当人はそれを愛の印だと勘違いする。パップ順査はここにの軍の法と秩序を守る者として、毎度、 イグナッツの行為をやめさせて、軍の刑務所に入れている。単純なドタバタ劇だという大前提があるにも、かかわらず、きめ細やかな人物描写とヘリマンによる、視覚的及び言語的な創造により、クレイジーカットは、知識人たちに広く称えられ、真面目な芸術作品として扱われた、最初の漫画作品の一つである。この時芸術批評家として、有名だった。 ギルバート・セルディスは1924年にこの作品について長い推薦文を書き、今日アメリカ合衆国で制作された作品の中で最も面白くて素敵で申し分のない芸術作品であると作品を褒めたたえた。有名な詩人であるイー・カミングスはヘリマンのファンとして単行本の第一巻に序文を書いた。連載当初はささやかな成功だったが、 より最近となっては、多くの現代的な漫画家たちが多大な影響を受けた作品として、クレイジーカットを挙げている。クレイジーカットの1ページ本作は、アリゾナ州ココニノ郡のアラノを舞台としており、粘土で吹いた屋根、ナバホ族のアートを真似た鉢に植えられた木々などといった、メキシカンアメリカン文化を引用した米国南西部のスタイルは全体を通して貫かれている。また、 キャラクターが動かなくても、コマが変わった瞬間に背景が変わることがしばしばある。本編中に描かれている節はしばしば発音をそのまま映したような会話と、詩的な感受性が突飛な党員法を用いた言葉の中に混ざっている。ヘリマンは自分が担当する日曜版において話を進めるのに適していると思えば、 コマの大きさや形を自由に変更し、当時では考えられないようなレイアウトで実験的な創作を好んだ。この作品の基本的な概念は単純なものだが、ヘリマンは毎回様々な方法で作品に変化をつけている。ある回でイグナッツはクレイジーカットの頭上を越すように緩く高くレンガを投げるのに成功するが、別の回ではパプン差に見つかり刑務所に入れられる。 ここにの軍の他の動物たちの干渉や自然の力でも話の展開を大胆にすることができる。また、クレイジーカットの単純な性格や独特の発音がイグナッツを苛立たせ、彼がレンガを探しに行くところでオチがつくという回もある。楽屋オチもよく用いられ、ある回においてパプジューンサがイグナッツを逮捕した後、作者に向かって刑務所が描き切られていないのを責めた。 多くの読者はコミックストリップのしきたりを拒否する吸収大発主義と単純なギャグに困惑した。しかし出版界の大物であるウィリアム・ランドルフ・ハーストはこの作品を愛し新聞に連載させ続け時には作品に直接注文をつけることもあった。クレイジー・カット・クレイジー・カットは本作のタイトルキャラクターである。 クレイジーカットは単純で好奇心旺盛な性格をしており、劇中では何の注意もなしに、ここにの群をうろついている。クレイジーカットは、英語、フランス語、スペイン語、イディッシュ語、そして、ヘイリマンの故郷であるニューオーリンズの方言であるヤット、といった言語を混ぜ合わせたような響きを持つ、わけのわからない言葉で話す。クレイジーカットは、 永遠の楽しみを表現するためにしばしば踊ったり歌ったりするまたイグナッツにかなわぬ恋をしており彼がレンガを投げる行為は愛の裏返しだと思い込んでいるイグナッツとパップ巡査の対立関係については全く理解しておらず巡査がイグナッツを刑務所へ入れる行為をただの鬼ごっこだと勘違いしている イグナッツがレンガを投げる前に逮捕されるとクレイジーカットはエル・イル・エンジェルことイグナッツに恋い焦がれたままどこへ行ったかを探し回るクレイジーカット自身の性別ははっきりしておらず回によってまちまちである E カミングスに始まるヘリマン以降の創作者たちはクレイジーカットが女性だと誤解しているが当のヘリマンはクレイジーカットの性別をより曖昧に考え 性別がはっきりしないことをネタにする作品を出版した。映画監督にしてこの作品のファンであるフランク・キャプラがヘリマンに対して率直に性別をはっきりさせるよう頼んだところヘリマンから妖精やエルフには性別がないでしょう。だからクレイジー・カットは何にでも首を突っ込む精霊というか妖精なんです。という回答が寄せられた。多くのキャラクターは クレイジーカットを指して、ヒーやヒムといった代名詞を用いているが、これは男女不明のものを指す代名詞としてヒーを用いているものと思われる。イグナッツマウス、パプジュンサ、クレイジー、カットイグナッツマウスはクレイジーカットの純粋さに平気しており、クレイジーカットの頭にレンガを投げつけることが一番の楽しみとなっている。いつも用心深く疑い深いパプジュンサに、 自分の楽しみを邪魔されないために、レンガを隠したり、自分が変装したり、ここにの軍の住民として、真意を明かさぬまま軍の義勇軍に入ったりしている。クレイジーカットはいつでもどこでも、イグナッツマウスに会いたがり、頭にレンガを投げつけられるのを、愛の証として、むしろ望んですらいることから、イグナッツマウスの攻撃は容易なものとなっている。リム・オブ・ロー・アンド・アーム・オブ・オーダーであり、 しばしばオフィッサやオフィッサなどと呼ばれている。パプジュンサはいつもイグナッツマウスがクレイジーカットの頭にレンガを投げつけるという企みを妨害し時折それがうまくいくこともある。パプジュンサとイグナッツはクレイジーカットが直接関わっていなくても互いに打ちまかそうとしているが二人とも他人がふざけているのを見るのは好きである。本作にはこの三人以外にも 多数のキャラクターが登場する。コリン・ケリーという犬は、レンガ作りの職人で、イグナッツにレンガを売っているが、彼のことを信用していない。ピルボックス帽子をかぶったアヒルのクワックワックプ人は、イグナッツの企みとしては、その度に、パプジュンサに通報する口あかましいキャラクターである。ジョーストークは、 王侯や労働者への陽動の調達者であり、しばしば登場人物に望んでもいない赤ん坊を、授ける。ある回ではイグナッツが彼を騙して、クレイジーカットの頭上に連打を落とさせようとした。時々出てくるキャラクターとして、ウォルター・セファス・オーストリッジや、バムビル・ビーという虫、いかめしくて、貴族じみた、メキシコの子用手であるドン・キヨーテ、清掃会社を運営していて、 地里ガンを持った中国系のカモモック・ダックなどがいる。さらにはクレイジー・カットのいとことしてクレイジー・カット・バードやクレイジー・カット・フィッシュがいる。本作は1910年に始まったディングバット・ファミリーというヘリマンの初期作品から発展していった。この作品はアパートの上階に住んでいる姿の見えない謎の一家にいたずらされたディングバットが 彼らの秘密を暴こうという企みを描いたものである。ヘリマンはこの作品を完結させようとして、勤務日に8時間残されていたことを知って、コマの下の部分に、リングバットの飼い猫が、上の木座橋に住む一家のネズミにからかわれるという、内容の絵を描いた。このおまけ漫画はやがて本編よりも膨らんでしまい、1913年10月28日に、 日刊誌のページの下部から垂直にコマを進める形で連載され、1916年4月23日にはフルページの白黒漫画として日曜版に連載開始された。漫画欄にこの作品があることをよく思わなかった編集者がいたこともあって、この漫画は当初、ハーストの新聞の美術、演劇欄に掲載された。しかし、ハースト自身は作品を機に、 入りヘリマンと生涯にわたって契約を維持し創作の自由を保障した本作は一般大衆からの支持はイマイチだった一方知識人からは幅広く評価されたこの作品を元にしたジャズバレーがジョンオールデンカーペンター制作作編曲で公開されたこの公演は2番ともチケットが完売しニューヨークタイムズや ザニュー・リパブリックでのレビューも良かったが、ハーストが思ったほど、作品の人気は上がらなかった。セルディスや、イー・カミングスに加え、ウィレム・デクニングや、H.L. メンケン、ジャック・ケルアックも、本作のファンだった。近年の学者や作家たちは、この作品が、ダダムーブメントを反映し、ポストモダニズムを先取りした作品だと見ている。 1935年初頭からこの作品はフルカラーで刊行された。ヘリマンが死ぬ10年前から新聞の売れ行きは低下していったが、ヘリマンは制作を続け1944年に亡くなるまで3000作以上を描き上げた。ヘリマンが亡くなった時、ハーストは当時の刊行とは逆に別の漫画家に引き継いでもらいたいとは思わず、すぐに打ち切った。 メディアを再生する1916年に公開された、クレイジーカットのサイレント映画この作品は何度かアニメ化された。最初の作品は1916年に、ウィリアム・ランドルフ・ハーストがプロデュースしたが、ヘリマンは一切制作に関わっていなかった。制作は、ハースト、バイタグラフ・ニュース・ピクトリアルが担当し、後にインターナショナルフィルム・サービスが代行した。 1920年以上、ランドルフ・ブレイが、クレイジー・カットの短編シリーズを制作し始めた。1925年、アニメ制作シャビルノーランは、クレイジー・カットの映画をもう一度作ろうと考え、アソシエーテッド・アーティスツ・プロダクションズに制作を委託しようとしたが、そのアソシエーテッド・アニメーターズが倒産したため、マーガレット・ジェイ・ウィンクラーと手を組むことにした。 初期のアニメ版とは違い、ノーランの作品は原作を元にしておらず、フィリックスを反映したような姿と性格のオスネコが主人公だった。これはノーランがかつてパッド・サリバンのスタジオに雇われていたためだとされている。ウィンクラーの会社の運営は夫のチャールズ・ B ・ミンツに徐々に引き継がれていった。ミンツと彼のスタジオは 1929年公開のラトスキンを皮切りに音の入ったアニメ映画を制作し始め、1930年にはカリフォルニア州にスタッフを移した。クレイジーカットのデザインは原作とは大きくかけ離れ、1930年代初期によく見られた主人公と彼にそっくりなガールフレンドと主人公の中堅が巻き起こす。 ドタバタ劇という内容もミッキーマウスのアリューと言えるものだった。1936年、アニメーターのイサドレ・クラインは、ミンツの協力を得て、短編アニメリル・エンジェルの制作に取り掛かった。この作品は、ミンツの作品で唯一、原作を反映しようとした作品であるが、当のイサドレ・クラインは、作品の出来にひどく失望し、以降は、 ミッキーマウスのアリュージミタ作風に戻ってしまった。1939年、ミンツはコロンビアピクチャーズに対する借金を抱え、自身のスタジオをコロンビア映画に売った。スタジオはスクリーンジェムズと名を変えたが、この名義の下では1940年にマウスエクスターミネーターというタイトルが制作されたのみで、その後しばらくの間クレイジーカットのアニメ化話されなかった。 チェコスロバキアのプラハにあるジーン・ダイッチのレンブラント・フィルムズはクレイジー・カットのアニメを1962年から1964年の間に制作しベビーブーム世代がクレイジー・カットを知るきっかけを作ったテレビシリーズであるダイッチ版クレイジー・カットは原作と同じような様式でイグナッツ・マウスもパプ・ジュンサもちゃんといたがクレイジー カット自身は女性地味た描写になっていた。クレイジーカットの声はペニー・フィリップスがイグナッツとパプ・ジュンサの声はボール・フリーズが担当した。多くの回で BGM を担当したのはジェイ・リビング・ストンとレイ・エヴァンズ。この作品は馬鹿げたアニメーションと声の不一致さが露見していた。クレイジーカットは1988年放送の DB スペシャル ガーフィールドは9回生きる。に出演した。第五の命である、スタントキャットでは、クレイジーカットが鼻の匂いを嗅いでいるところに、イグナッツが布一杯のレンガを木から吊るす。監督席にいたパップ巡査がガーフィールドにクレイジー、カットのスタントを頼み、ガーフィールドがそれを引き受けたところ、イグナッツが、ガーフィールドの頭めがけて、レンガを落とす、というオチがつく。また、 スポンジボブ、スクエアパンツ・ザ・ムービーでは、アイスクリームのパーラーの後ろにクレイジー、カットとイグナッツ・マウスが描かれた絵が飾られている。1999年、クレイジー・カットは、コミックスジャーナルが提示した20世紀のアメリカンコミックランキングで1位を獲得した。1995年、この作品は、全20種類のコミックストリップを切って化した。 コミックストリップクラシックスというアメリカ合衆国の記念切手の一つになった。クレイジーカットは今日の漫画家や芸術家に影響を与え続けている。チャック・ジョーンズのワイリー・コヨーテロードランナーの短編はヘリマンの作品のようにアメリカ南西部を舞台としている。マッツの作者でクレイジーカット、ザ・コミック、アート・オブ・ジョージ・ヘロミンの共同著者である。 パトリック・マクドネルは、この作品を自身に最も大きな影響を与えた、ものとしている。カルビンとホッブスの作者であるビル・ワターソンは、この作品を、ピーナッツ、ポゴと並ぶ、自分に、大きな影響を与えた漫画だとしており、彼は、ヘリマンが、新聞の日曜版に掲載した作品に見られる、予測不能な小回りを体現するつもりでいた。チャールズ・ M ・シュルツとウィル・アイズナーも、 自身の最も重要な時期にクレイジーカットの影響を受けたとしている。ジュールズ・ファイファーやフィリップ・ガストン、そしてファントエ・マーソンもクレイジーカットからすり込みを受けていることが彼らの作品に見受けられた。ラリー・ゴニックのコミックストリップココペリーカンパニーもヘリマンのエキゾチックな舞台へのオマージュとして、ここにのカウンティーという舞台になっている。 クリスウェアもこの漫画を気に入っており、彼と親しい漫画出版社ファンタグラフィックスも現在ウェアによるカバーデザインで復刻版を出版している。1980年代にサムハートが発表したアイビームは背景が変わるなどヘリマンから影響を受けていることが見受けられた。小説家ジェ・カンターが1987年に出版したクレイジーカットは 人間の核兵器に対する反応を分析するためにヘリマンのキャラクターが用いられている。ロックバンド REM のメンバーであるマイケルスタイプにはイグナッツとクレイジーのタトゥーがある。イグナッツマウスの名前の入ったイグナッツ賞が1997年より送られるようになった。本作は2013年5月24日に草原社から発売された 初期アメリカ新聞コミック傑作戦1903-1944にリトルにもガソリンアレイのウォルトとスキージックス、逆さま世界といった同時代のコミックストリップと共に翻訳版が収録された。日本語版においてクレイジーカットはクレイジーキャット、イグネッツはイグナツとそれぞれ表記されている。ありがとうございます。